ラウンジだ。ディーク閣の場。ディーク閣？ダイアナ、シグマ、お前らなんでこんなところに。カルロさん。それからお前は。動くな。え？そいつを捨てろ。この斧のことか。そうだ。お前ら何か勘違いしてるようだが。いいから捨てろ。カルロスさん、その怪我は。アカネにやられた。アカネに？この目で見たわけじゃないが、説明すると長くなる。ねえ、それより見てよ、あれ。 X パスの入力装置が。そんな、これじゃあもう X ドアは。カルロス、お前が斧で。なんでだよ、よく見ろ。装置のところにあんのはショットガンの弾痕だ。では一体誰が。俺だよ。エリックさん。思い出したんだ、かすかにだけど、眠らされる前のことを。それでポッドルームにこのショットガンがあることに気づいて。エリック、バカな真似はよせ。バカな真似？銃を下ろせと言ってるんだ。悪いけどその指示には従えない。これから犯人を撃ち殺さなきゃいけないから。犯人を撃ち殺す？お前らの中にミラを殺した犯人がいることは分かってるんだ。正直に名乗り出てくれ。そうしたら他の奴らは助けてやる。ちょっと待って、それって。競馬で必ず当たる方法って知ってるか。すべての馬にかけるんだよ。そうすればそのうちの一頭は必ず一着になる。それと同じ。もし誰も名乗り出なかったら、ここにいる全員を殺す。そしたら確実に犯人を仕留められるからな。それって私とシグマさんも疑われてるってことですか？当然だろ。お前ら二人は存在自体が怪しい。俺はお前らがダイアナとシグマの偽物なんじゃないかと思って。何をバカなことを。バカなこと言ってんのはお前らの方だろうが。トランスポート？時空を超えて飛んできた？笑わせんなよ。どうせ騙すならもっとマシな作り話を。作り話ではない。嘘をつけな。ミラを殺したのはお前らだ。違います。だったら一体誰がやったって言うんだ。なあ待てよ、落ち着け。おお、やっと名乗り出る気になったか、カルロス。違う、俺じゃない。とぼけても無駄だ。お前がアカネを殺したことは分かってる。さっき映像で見たからな。どうした、否定しないのか。確かに俺がやったのかもしれない。かもしれない。仮にそうだったとしても、それは今の俺がやったことじゃなくて。お前何言ってんだ。説明してもきっと信じてもらえないだろう。いいから話してみろ。俺は別の歴史からシフトしてきたんだ。シフトだと。もしかしてトランスポートしてきたってことですか。いや違う、シフトとトランスポートは根本的に原理が。いい加減にしろ、ヨタ話はたくさんだ。とにかくカルロスがアカネを殺したのは間違いない。ってことはおそらく順平をやったのも、それからミラを手にかけたのも。それは違う。順平とミラについては無関係だ。第一、どうやって俺がミラを殺すって言うんだ。
俺は C チームのメンバー、飼育係の中しか移動できないんだぞ。だがミラは Q チームのメンバー。そうだ、だから俺がミラを殺すことは。でもここって D 区画なんだよね。僕ら普通に区画間移動しちゃってるけど。どうせ秘密の抜け道か何かがあるんだろ。いえ、多分そういうことじゃないと思います。きっと私たちは。エリックさん、頼みがあります。そのショットガンで壁を撃ってください。なんでそんなことを。いいからお願いします。わかったよ。これはマジかよ。壁が。壁だけじゃない、床も天井もソファーもテーブルも。やっぱりヒーリングルームの壁と同じなんだ。ヒーリングルーム、何のことだ。要するに私たちはみんな同じ区画にいたってことです。同じ区画。いえ、もしかしたらこのシェルターには区画なんてものは存在しないのかも。誰かマップを持ってませんか。 C 区画と Q 区画の。ああ、持ってるけど見せてください。まずこれが C 区画のマップです。次にこれが Q 区画の。最後にこれが D 区画のマップになります。これら3枚のマップ、角度をずらして重ねると。3つの区画は全て隣接していたというのか。ただ除染室と準備室、それからこのラウンジだけは別です。全部同じ場所だったんだね。3チームのメンバーは全員このラウンジを共有してたのか。でもだったらどうして僕たち出会わなかったんだろう。確かに13時30分の投票の時はみんなここにいたはずだ。その答えは多分ここにあるんだと思います。バングル？カルロスさん、あのバングルは。持ってる。そういえばお前、その左手。わけは後で説明する。で、バングルがどうしたって。現在時刻確かめてみてください。23時23分だ。じゃあ次はエリックさんたちも。あれ、僕のバングル21時23分になってる。俺のもだ。では最後に私とシグマさんも。やっぱり予想通りです。19時23分。一体どれが正しい時刻なんだ。どれが正しいかは重要ではありません。大事なのは時刻の表示がチームごとに異なっているという点です。
とりあえず C チームの時刻を基準として考えましょう。すると Q チームはそれより2時間遅れで、 B チームはそれより4時間遅れで、バングルの時刻が表示されていたことになります。要するに Q チームが投票を行ったのは13時30分ではなく15時30分だったってこと。ええ、我々 D チームの場合17時30分、つまり3チームは同時に目覚めてたわけじゃなかったと。一つのチームが起きてた時には残りの2チームは眠ってたんだ、あのポットの中で。だから3チームは互いに出会うことはなかったってわけか。私の説明は以上です。ただもう一つ、今の時刻から分かったことが。なんだ？私とシグマさんは間もなく眠らされてしまいます。バングルの麻酔薬を打たれて。そうか、90分間の活動時間だ。もしそうだとしたら記憶も。ああ、今話したこと何もかも忘れちまうことになるぞ。まずいな、一体どうすれば。大丈夫です、私に考えがあります。ここがトランスポータールーム？ええ、ここに来る前にお伝えした通りです。本当にうまくいくのか。やってみなければ分かりません。とにかくさっき渡したものを使ってみてください。なあ、俺たちは何もしなくていいんだよな。はい、ゼロのスケジュール通りなら今は旧チームは眠っているはずの時刻ですから。そろそろだ。さあ、まもなく就寝の時刻だ。次に目覚めた時、君たちはここで起きた90分の出来事を全て忘れているだ。シグマさん、今です。了解。良い夢を。うまくいったみたいです。よかった、注射針が刺さるのをそのカードが食い止めてくれたんだね。なあ、そいつは一体。お教えしましょう。これは我々人類とは異なった別の知性体が作ったカードなんです。って言っても多分信じてもらえないと思いますが。